スペーサーは、アイザック・アシモフの SF 小説、鋼鉄都市などのロボットシリーズ及び、ファウンデーションシリーズに登場する、宇宙に移民した人類の子孫を指す、宇宙人、宇宙族と訳されている場合もある。超高速広報の実現によって、限られた人々が太陽系外惑星に移住し、ロボットの助けを借りて、新世界を建設した。 やがて彼らは自分たちの生活水準を維持するために厳格な人口調節を行うとともに地球からの移民を禁止した。数千年後には彼らの子孫であるスペーサーの居住惑星は50個を数え、スペーサーワールドと呼ばれるようになっていた。地球からの植民に際して薬病性微生物やその宿主、媒介者となる生物を除去することで、 あらゆる伝染性の薬病を駆逐したが、その代償として免疫抵抗力をほとんど失っている。また遺伝子改良によって寿命は300年以上に伸ばされている。加えて老化した組織や器官などを補修する外科技術も進歩している。そうした数千年にわたる遺伝子改良と地球と異なる環境の影響により、 すでに遺伝的にも地球人とは別の生物種となっており、地球人とスペーサーとの間の生殖も不可能であるとされている。そのためスペーサーの多くは先祖である地球人のことを短命で病原菌の喪屈である野蛮な人類の足として同じ人間とはみなしておらず、当時の地球に対するスペーサーワールド諸政府の抑圧はこのことに起因している。同時に、 スペーサーは高度な人間、ロボット共存社会を形成している。いずれのスペーサーワールドでも多数のロボットが刺激されており、家事や身辺の世話、生産活動などに従事している。住居はロボットたちによって警備されており、個人にも常に1体以上のロボットがエスコートについているため、事実上暴力犯罪といったものは不可能であり、 警察あるいはそれに相当する組織は存在しない。当然スペーサーは誰もがロボットの扱いに長けており、経験的に地球のロボット工学者並みの知識を有している。なお、裸の太陽にて、ソラリアの社会学者クエモットは、ソラリアのロボット社会をスパルタに例えており、しかし三原則のおかげで反乱に備える必要もなく、全員がピラミッド社会の頂点のみに座して、 繁栄を謳歌できると語っている。ロボットへの絶対的信頼によって成立している。この社会において、三原則は単なる工学上の原則にとどまらず、社会基盤の根幹をなす絶対原則とも言えるものになっている。ロボット工学にとどまらず、他の科学分野でも当時の地球を遥かに量化している。軍事力においても同様であり、地球人は事実上地球に封じ込められていた。 丁明とロボットによる繁栄を謳歌したスペーサーだったが安定はやがて衰退へとつながり、イライジャ・ベイリの指導により始まった地球人の銀河系再植民が台頭するとともに弱体化し銀河系の歴史の影に消えていった。ありがとうございます。